調査は岡山県内のの小・中・高校校校ほか、特別支援学校など校で行われました。調査結果によりますといじめの認知件数は6723件で前年より638件増加しました増加の理由について教職員がいじめにつながる些細なことについても積極的に認知に取り組んだためだとしています。 いじめの事例としては、冷やかしや悪口のほか、軽くぶつかったりなどが多く挙げられたということです。また、長期欠席や不登校は小中学校で1000人当たり24.8人と前年より増加しました。県教委では引き続きいじめの早期発見や対応を通じて問題行動の解消に向けた取り組みを徹底していくとしています。